皆さんおはようございます。本日司会を務めます実行委員の森と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。本日の内容はこちらです。最初に実行副委員長からご挨拶をさせていただきます。2つ目に JBCC とはを簡単に説明しまして、3つ目に JBCC に参加するメリットをお伝えします。そして今年の大会概要をお伝えした後に、先輩の体験談をお話しいたします。最後に質疑応答タイムがありまして、お時間ある方、ご希望の方だけ懇親会にご参加いただければと思っています。はい、それでは早速一つ目に参ります。実行委員の副委員長の尾崎よりご挨拶いたします。はい、皆様こんばんは、こんにちは。JBCC 実行委員会で本年度の大会副委員長を務めております、グロービス経営大学院の尾崎と申します。本日は説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。この説明会には先日実施分も合わせると、10以上のビジネススクールと合計200名近くの方から参加申し込みをいただいております。期待の大きさの表れと受け取って、襟を正して大会運営を進めてまいりたいと思っております。本日は、JBCC についてまだあまりよくわからないという方を対象に JBCC についてのご紹介や今後の予定などをお伝えしてまいります。私からはですね、MBA 生活における JBCC について少しお話をさせていただきます。JBCC は課外活動でございます。大学院とは関係なく我々 JBCC 実行委員会が主催をしております。大学院の枠を超えて全国のビジネススクール生であれば誰でもできる、参加できる大会ですので、この JBCC のことを MBA 生の甲子園とおっしゃる方もいらっしゃいまして、多くの MBA 生が目指す大会であるというところでございます。では、MBA 生における JBCC に参加する意味についてをご紹介させていただきますが、こちらは、私はビジネススクール生活を彩るスパイスだと思っております。皆さんビジネススクールに入学されて、だいたい2、3年のカリキュラムを経てご卒業されると思います。この期間をですね、どう組み立てて体験価値を最大化するかは、在学中の活動によって変わってくるということでございます。MBA 生が集うコミュニティに参加したり、勉強会に参加したり、できることはたくさんあるというところですけれども、その中でもこの大会は、在学中にしか出場ができないという点で、MBA 生最大規模の大会であるということも含めて、ぜひ、チャレンジする価値がある大会だと考えております。私も2年連続出場しましたが、やはり1年目は涙流すぐらい悔しかったりとか、2年目本戦に出て本当に感動したりというような、非常に体験価値が高い大会になっておりますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。JBCC は学びを深めて仲間との絆を作ってビジネススクール生活の糧になるというものになりますので、充実した MBA 生活を送ってほしいという思いを我々は思って活動しているというところでございます。我々実行委員はビジネススクール在学中または卒業した有志で活動しておりますので、運営では十分でない部分もあるかと思いますけれども、ご参加いただく皆さんにとって本日のこの時間や本大会へのエントリーが有意義で体験価値の高いものになるように努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。ぜひチャレンジお願いします。以上でございます。はい、ありがとうございました。実行委員の副委員長の尾崎よりご挨拶をさせていただきました。はい。ではですね、JBCC はどういう大会なのかというところを簡単にご説明いたします。JBCC と略して呼んでおりますが、正式には日本ビジネススクールケースコンペティションと言います。MBA の授業と同じように、ケーススタディを用いたコンペティションとなっています。では、どうやって競っていくかというと、日本企業が抱える問題をテーマとしていまして、これに対してチームで戦略提言を競うというコンペティションです。出場資格は現役の MBA 生になってまして、卒業すると参加できなくなってしまいます。で、1チームは2から5名で参加していただきます。他の大学の方と組んでいただいても OK です。出題されるケースに対しては、提案書を作成してプレゼンをしていただきます。で、提案書を作り、プレゼンするまでには、様々な分析をして、問題の解決策を見出して、そして説得力があるプレゼンまで組み立てるということが必要なわけです。
なので、今皆さんがビジネススクールで学んでいる経営学の知識を総動員することになります。まさに MBA 生の知の決戦と言えるような大会となっています。ではですね、MBA 生の皆さんにとって、どんなふうにこの大会をお役立ていただけたいかというと、JBCC の位置づけをこんなふうに考えています。今皆さんが経営学を学んでいらっしゃる目的は、実際のビジネスに生かすことなんじゃないかなと思います。教室での学びは基礎力を醸成してくれるものなんですが、それだけでは現場のビジネスに生かすことってもちろんできませんよね。なので JBCC は学びで終わらせずに実践で役立てたいと思った方が、扉をカチャッと開けてですね、実践に行く手前の挑戦の場というふうに捉えていただきたいと思っています。またですね、リスクフリーで基礎理論と実践をつなげて自分で実際にやってみるということができる場でもあります。こういうふうにですね、実践に向けて一歩踏み出してみようと思うようなきっかけ、こんなふうに JBCC を活用していただけると大変嬉しいです。はい。ではですね、このような挑戦の場が、いつからあるかっていうと、実は今年で14回目の歴史がある大会です。出場校も全国にあるビジネススクールの約7割、延べ35校が出場しているんですけれども、去年はなんと711名の MBA 生が参加してくださいました。こちらに過去の出場校を記載しているんですけれども、このように全国の MBA 生が参加している大会です。ではですね、改めて昨年の大会の概要をちらっとご紹介しますと、こちらに書いてあるような概要になるんですが、特徴的なところは、去年から初めてですね、リアルの会場とオンラインのハイブリッド開催にしています。それによって本選のオンラインの視聴者は3762名にもなりました。今はですね、今年の参加にまだ迷ってるな、どうしようかなって思ってる皆さんがいらっしゃったら、次の JBCC に参加するメリットの部分もぜひ参考にしてみてください。参加した方々の声を紹介いたします。チームで一緒にやることで思いがけない素晴らしい成果物になったよという方がいらっしゃったり、あとは人的ネットワークが広がって仲間との絆が深くなったよという方もいらっしゃいました。そして参加した人にしか得られないものが必ずあるよということも声をたくさんいただいていました。で、こんな風に熱いお声の他にも気軽に参加してみてくださいね。様々な楽しみ方がありますよというようにですね、本選に参加するまでの過程自体を楽しめたというお声もたくさんありました。そして本選に出た方からは、実際に経営に携わる方々から直接フィードバックをいただけたことが大変刺激になったという声もいただいています。実践的なアドバイスをいただける機会ってそうそうないと思うので、これも楽しみの一つにしていただけるんじゃないかなと思います。はい、ここでですね、ざーっと話してきたんですが、質問が溜まってるかなっていうのが私今気になっておりまして、どうですかね？今1個ですかね？はい、些細なことでもいいので、ぜひですね、この後大会概要についてもお話ししますので、ぜひ質問をしていただければと思います。では、今年の大会概要についてご説明します。はい。最初に本選までのスケジュールをご説明いたします。具体的な日付ですとか開催形式は今も協議中です。5月中には、発表させていただきたいと思っています。今日はざっくりとしたスケジュールとしてご認識をお願いいたします。はい。で、あと、正式な日程ですとか、そういった情報は公式 Facebook や、ホームページなどでもお伝えしていくんですが、今日の説明会の後に、その Facebook ですとかホームページの URL なんかもご紹介させていただきます。はい。ではご説明してまいります。エントリー開始は6月から7月を考えています。で、この時にはチームメンバーを決めてからエントリーすることになりますので、今からチームメンバー集めをぜひお願いします。
で、エントリー開始してからですね、約1ヶ月後にエントリーの締め切りがやってきます。で、このタイミングでケースが発表になります。エントリー開始の時にケースが分かるわけではなく、エントリー締め切りと同じタイミングでケースが分かりますので、こちらもご注意ください。はい。そして、予選までの間ですね、皆さんには予選資料というものを作っていただきます。で、こちらが約1ヶ月弱ですね。結構時間ないですね。1ヶ月弱で予選資料を作っていただいて、で、提出をしていただくと。で、提出していただいた後、本選まで、通る組と通らない組が出てくるわけなんですが、通ったチームについては、10月から11月で本選に参加していただいて、セミファイナルに進み、またそこから残ったチームがグランドファイナルに進んでいくと。で、セミファイナルとグランドファイナルは同日開催の予定でございます。はい。で、大会の概要は次のスライドでご紹介いたします。先ほど申し上げましたように、大会の日程と会場はまだ未定でございます。改めましてですが、参加の対象はビジネススクールとか大学院修士課程に所属する学生さんです。参加形式はチーム制で、大学の統一チーム、そして混合チーム、どちらも可能です。参加費は無料になっていまして、入賞したチームには、優勝賞金が30万円、準優勝には10万円がありまして、その他特別賞もご用意しています。開催形式は、グランドファイナルはハイブリッド形式を予定していて、セミファイナルはオンライン形式の予定になっています。はい。今年の大会の概要はここまでです。はい。ではですね、皆さん、過去の先輩たちがどんな風に大会を戦ってきたのか気になるところだと思いますので、次に去年の出場者経験の方から、体験談を語っていただきます。本日はですね、実行委員の中に大会経験者がいますので、その担当の者からお話をさせていただきます。グロービス経営大学院の小笠原からお話をさせていただきます。小笠原さん、お願いします。はい。はい、グロービス経営大学院の小笠原と申します。では、私の方から JBCC の体験談ということで少しお話しさせていただきます。画面共有します。じゃあ、ちょっと 5分ほどお時間いただきまして、お話しいたします。まず、自己紹介です。私の名前は小笠原智子と申します。私はグロービス経営大学院2021期に留学しまして、2023年、ついこの間卒業をしました。JBCC には2022年の時、2年次の時ですね、に出場いたしまして、法案にも特別賞の3賞を受賞させていただきました。本日は私がなぜ JBCC へのチャレンジを決めたのか、で、その中でどんな風に取り組んでいったのか、JBCC に出て学んだこと、得られたことは何かということについて、お話しさせていただきます。まず、きっかけになりますけれども、私は1年次の時は、JBCC にちょっと出場するということも考えられなかったのですが、2年次になって、現役生でないとできない挑戦がしたいという思いで、出場することにしました。これが一旦表向きの理由ではあるんですけど、裏の事情としては、恥ずかしながらこの頃に受けてた戦略系の応用クラスで自分史上最低点を取ってしまいまして、その時の先生から、ちょっとこのまま卒業させるのは難しい、基礎からやり直せっていうふうにフィードバックをいただきまして、この MBA の学びの総復習、とアウトプットを JBCC を通じてすることによってリベンジしたいというような個人的な思いもありました。で、そんなわけで、チームを結成することになりました。と私の場合は読書会でご一緒していた方にちょっとかなり勇気を出して一緒にやりませんかということでお声掛けをしました。で、それがきっかけとなってリアルでも会える東海圏居住の5人、こちらの5人でチームを結成いたしました。
チームを作るっていうのは、本当に自分自身も思いましたけれども、勇気が必要と思うんですけども、気になる、この人とちょっと一緒に挑戦してみたいなと思う方がいれば、まず一歩勇気を出してお声掛けしてはいかがでしょうか。はい。では続いて、どんなふうに JBCC に取り組んでいったのかという取り組みの流れについて説明します。我々の場合は7月にチームを結成しました。その後、準備期間の8月には、過去のケースに取り組むことによって、まあ、大体のこうスケジュールのイメージをつかんだり、お互いどういうことが得意なのかという相互理解を深めてきました。で、9月に、予選資料に取り組んで、11月、本選資料作りに取り組みました。で、このように、一つ一つステップを積み重ねながら、お互いの信頼関係を構築していきました。で、最終的な、まあ、12月、去年本戦だったんですけども、その頃には、このチームで優勝したいと思えるまで、ギアアップして本戦に臨みました。で、こちらはあくまで私たちのチームの事例ですけれども、まあ、何かしら参考にしていただければ幸いです。では、その成果の振り返りですけれども、私たちチャレンジャーは残念ながら優勝、準優勝を逃したんですけれども、ありがたいことに特別賞3賞をいただきました。富山さんからも、愛のあるフィードバックを直接いただくことができまして、本当に思い出深い、とてもいい経験になりました。では、最後に JBCC を通じて学んだことと得られたことについてです。まず学んだことなんですけれども、MBA で学んだ知識を実際にアウトプットすることによって、人物金、それぞれの知識の使い方を知ることができました。で、また、読み手や聞き手に配慮した文章ですとか、資料を作成するというところについて、試行錯誤しながら学ぶことができました。後者の文章及び資料作成については、日頃の業務でもすぐに活用できる内容ではないかなと思います。で、そして得られたことについてですけれども、これが本当にこう自分にとっては最大のもので、かけがえのない仲間やチームで悩んで学んで成長するっていうことの楽しさ、大切さを知ることができました。この年になってこんなに青春できるっていうふうには思っても、見なかったんですけれども、本当に一生の思い出になったなというふうに私自身感じています。最後に JBCC の参加を検討されている皆さんへのメッセージですけれども、私もこの挑戦を決めるまで本当に悩んだんですけれども、まあ、私にとっても多分皆さんにとってもいろんな得られるものが大きい大会になると思いますので、悩んだらぜひ飛び込んでみていただきたいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。小笠原さんの資料の中でも、過去のケースを読み込んだよというような案内がありましたので、過去の資料をどこから見れるのかっていうのをこのタイミングで皆さんにご紹介したいと思います。こちらがですね、JBCC の公式のホームページになっています。で、ここから過去のケースが見れますので、ご紹介させていただきたいんですけれども、こちらに、ね、過去大会情報というところがあります。じゃあ、クリックします。はい。で、そうすると、少し下にスクロールすると、まあ、過去の大会情報があるんですが、まあ、一番直近の、去年のところをクリックしますと、まあ、こういったページになるんですが、下にスクロールするとですね、ここ略語になってるんですが、グランドファイナル進出したチームの資料というところがあります。ここをクリックします。で、そうするとですね、こういった、資料がダウンロードできるようになっています。で、試しにですね、この A ブロックの、ここのチームの資料を、ダウンロードしてみます。先ほどスケジュールのところでお話ししましたが、予選資料は、まだ今年の形式は、今検討中でございますが、プレゼン形式ではなく、こういった、形式の資料をご提出いただくことになる予定でございます。でケース発表の際に、フォーマット、ファイル形式は何で、何ページ以内で、資料は、ここ、
で説明する以外の別紙の資料はこういうふうに提出してくださいねというふうにご案内申し上げますけれども、予選資料はプレゼン用のものではなくって、実行委員の審査のものがこういったものを読んで、予選通るかどうかを、確認させていただくというふうに思っていただければと思います。はい。で、こちらの掲載されているチームは本選に出場したチームでございますので、実際にプレゼンもしていました。で、プレゼンに使った資料は、こちらからダウンロードもできますので、今日は説明しませんが、ぜひ気になると思いますので見てみてください。はい。ここから質疑応答の時間に参りたいと思います。ここで司会を一旦バトンタッチいたしまして、担当の岡沢に変わります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、ここからですね、私どもの方で質疑応答の方、対応を進めさせていただきたいと思います。先ほどご案内させていただきましたように、本日、質疑応答に関して質問の取りまとめは、はい、ちょうど今、チャットの方でも、入れていただいております。スライドゥで集めております。何かご質問ある方は、チャット、スライドゥのリンク、クリックしていただいて、こちらの方で質疑、の方の入力をお願いいたします。では早速ですね、いただいております質問の方を回答させていただきたいと思います。まずいくつかですね、皆さんメンバーについてご質問をいただいておりますので、メンバー関連の質問についてお答えさせていただきたいと思います。ではまず一つ目、エントリー後にメンバー変更をしたい場合、変更することは可能でしょうかというご質問をいただいております。これに関して、斉藤さん、いかがでしょうか？ご回答お願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。それでは私からエントリー後のメンバー変更についてご案内いたします。このエントリー後のメンバー変更については、残念ながらできないという回答です。まずはですね、今からメンバー集めをと先輩団の話ですとか、先ほどのご案内をしたように、今から準備をしていただきまして、エントリー後は最後の本戦まで同じメンバーで戦っていただくというご説明です。こちらでよろしいでしょうか。はい、斉藤さん、ありがとうございます。メンバー変更はできず、最初に決めていただいたメンバーで基本的には戦っていただくという形ですね。ありがとうございます。では、他にもメンバーに関する質問をいただいておりますが、今、メンバー変更できないっていう回答をいただきましたが、じゃあそのメンバー集めに関してのアドバイスが欲しいです。またメンバーどういうふうに皆さん集められているでしょうかというご質問いただいております。これに関してはいかがでしょうか、斉藤さん、ご回答お願いいたします。はい、そうですね。気になる、メンバー集めのところだと思います。メンバーの集め方はそれぞれのチームによるというところではあるんですが、同じ MBA を学ぶ学校の中でのチームで組んでいただく、探していただくという方法もあれば、学校を超えてメンバー集めをするという方法もあります。で、その手伝いになればということで、実は JBCC の実行委員会で、コミュニティをですね、メンバー探し用のコミュニティを今の準備をしています。追ってまたご案内できるように今進めておりますので、もしそちらですね、加入メンバーまだ見つからないんだっていう方がいらしたら覗いていただけたらなと思っています。少々お時間いただきますがお待ちください。はい、斉藤さん、ありがとうございます。はい、今、斉藤さんの方からも、ご案内させていただきましたように、メンバー集めるためのですね、コミュニティというものを開催予定をしております。また、そのコミュニティ活用方法に関する勉強会等も、今後、私ども実行委員会をもとにですね、開催予定をしておりますので、ぜひそういった勉強会、またコミュニティ等を活用しながらですね、皆さん、一緒に戦い抜くメンバーを集めていっていただければと思います。また、メンバーについてですね、参加メンバーはすべてビジネススクール生でなくてはいけないのでしょうか？チームメンバーにビジネススクール生以外を入れることは可能でしょうか？というご質問が来ておりますが、これに関して回答、瀬戸さんお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、そうですね。参加資格についても改めてここでご説明いたします。2023年今年の4月1日現在で、国内外のビジネススクール、大学院の修士課程ですね、経営学に関わるものに、学校に在籍されている学生の皆様であれば、参加はいただけますというご案内になります。で、卒業された方もすでに4月1日時点で卒業された方は、今回はと言いますか、資格がないというご案内になってしまいますので、ぜひそのあたりも参加資格含めて今からですねご準備の一助にしていただけたらというところです。で、すいません、補足を一点させていただきますと、そのメンバーをどのように集めるかということで、先ほど岡澤さんからもあったように、近日オープン予定のそのコミュニティのところへのご参加、覗いていただくことも一つなんですけれども、ちょうどですね6月4日少し先ですが、21時、夜9時からですが、その勉強会も、チームメンバー探しの方法など、そのチーミングですよね。チームの組み方のコツなどもお伝えをすることも経過してますので、ぜひ覗いていただけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。基本的にはビジネススクール生以外の方がチームメンバーとして入るのは難しく、またすでに卒業されている方は参加できないということですね。ありがとうございます。また6月4日の勉強会に関してはこの後のスライドでも案内させていただきますので、ぜひ皆さんご確認、そしてご参加をお願いいたします。ではですね、こちら。大会当日はメンバー全員の参加が必要でしょうかという質問をいただいております。こちらに関してはいかがでしょうか？そうですね。メンバー参加に関しましては全員、変わらずということではあるんですが、その当日に関してはどうでしょう？岡澤さんや他のご経験者の方、フォローいただけたら、補足いただけたら嬉しいです。はい、かしこまりました。ありがとうございます。そうですね、大会当日、メンバー全員参加というのをご依頼をさせていただいております。なので、この後発表されます大会当日の日時ですね。こちらに参加ができないという方いらっしゃる場合は、ちょっとメンバーとして入っていただくことを控えていただくとしていただければと思います。こちらメンバー全員の参加が必須となりますので、何卒よろしくお願いいたします。ここでお話しさせていただいているようなですね、詳細な大会参加に関するルールに関しましては、エントリー開始と合わせてですね、要項として皆様にご提示させていただきます。こちら改めてご確認の上、メンバー探し、また各種準備、エントリー等を進めていただければと思いますので、お願いいたします。はい、ありがとうございます。では、こちらですね、今、本番、大会当日に関するご質問、取り上げさせていただきましたので、大会当日に関する質問、いくつかピックアップさせていただきたいと思います。では、本戦出場が決まった後に、オンライン出場か現地参加か事前に決めなければいけないですか？天候や世相を鑑みて変更することは可能でしょうかというご質問をいただいております。先ほど案内の中に今回はハイブリッド、オンライン、現地参加を合わせたハイブリッド参加というのを検討しておりますという形でご案内させていただいていたと思うんですが、オンライン参加か現地参加か事前にこれは決めなくてはいけないのでしょうか？斉藤さん、ご回答お願いいたします。そうですね。こちらに関しては、今、ハイブリッドではありますけれども、基本まだ詳細がすみません。これからのご案内になりますが、どうでしょう。すみません。岡澤さん、ここはどのようになりますでしょうか。逆に。はい、かしこまりました。ちょっとこちらも私の方から回答させていただきたいと思います。こちらですね、基本的には事前にですね、皆様の方で決めていただいて、どちらかオンラインであればオンライン、
現地であれば、現地という形で、決めていただいた形でご参加いただくことが必要となってまいります。ただ、どうしてもですね、天候ですとか、昨今の、例えば、コロナウイルスの感染拡大状況等を鑑みて、個別にですね、皆様の方にご案内をさせていただきますので、基本的にはオンライン参加か、現地参加か、決めていただき、それに則って参加していただくという形になりますが、状況に鑑みてですね、こちらの方は柔軟に対応させていただきたいと思っております。こちらを回答とさせていただければと思います。では、ちょっとお時間近づいておりますので、先ほどですね、先輩方の体験談の中でお話しいただいた笠原さんの方に質問が来ております。こちらお願いしてもよろしいでしょうか。質問内容としては、参加を悩んだ理由を教えてください。それをどのように乗り越えたのでしょうか。例えば、タイムマネジメントなどでしょうか。メンバーとの役割分担や自分に何が提供できるのかといったところでしょうか。というところで、参加悩まれた理由と、それをどのような形で乗り越えられたのかというところをですね、質問として上がっておりますが、こちらご回答いただけますでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。小笠原です。理由は、参加を悩んだ理由は2つありまして、1つが、私、オンラインでクラスを受けていたので、リアルの人間関係がその当時なかったっていうところと、あとは、自分自身でどういったことで貢献できるのかっていう自信がなかったって、その2点ですね。で、どうやって乗り越えたかっていうのは、まず1点目については、まずオンラインだったけどもリアルつながりがあった方に勇気出してチーム一緒に組みませんかって言ったことに乗り越えました。で、2点目については、その自分自身何が得意とかっていうのが特になかったんですけど、まあ、とにかくいろいろ調べたりみんなで議論したりしながら自分の役割を見つけていって、で、まあ、頑張ったっていうところですね。はい、以上です。はい、ご回答ありがとうございます。ぜひ皆さんですね、先輩方の体験談の方も参考にしていただきまして、JBCC 参加するかしないか、また参加したときどうやって難しい困難を乗り越えていくのか、参考にぜひしていただければと思います。では、お時間の方来ておりますので、本日の質疑応答の方、こちらで以上とさせていただきたいと思います。たくさん質問いただきました。皆様本当にありがとうございます。今回ですね、いただきました質問に関しましては、JBCC 実行委員会大会のですね、公式ホームページ上にて、本日いただきましたご質問と回答の方を掲載させていただく予定としております。本日5月20日より約2週間程度ですね、後に掲載をさせていただきたいと思っておりますので、本日時間の関係で読み上げさせていただくことができなかった質問と、そしてそちらの回答に関しましては、ぜひ公式ホームページの方をご確認いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では皆さん、本当にお時間いただきましてありがとうございます。では、お戻しさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ではですね、JBCC の実行委員会では様々な勉強会を企画していますので、こちらの案内をさせていただきます。和田さん、ご説明お願いしてもいいですか？はい、どうもありがとうございます。ここまでいろいろ話がありまして、参加について興味を持ってくださった方もたくさんいらっしゃるのではと思っています。我々はそうした皆さんを全力で応援させていただきたいと思ってまして、いくつか勉強会をご準備しているところでございます。今、画面に映っていますのが5回分ございまして、実は昨日ですね、第1回が終わったところです。チームビルディングの極意というところで皆さん、と思われるかもしれないんですが、安心してください。この後動画を公開してまいりますので、皆さんぜひホームページですとか、またこの後ご案内する SNS をチェックしていただけると、近々ご案内させられると思っております。そしてこの後なんですが、6月4日に第2回がございます。今すごく仲間探しの話、ご質問たくさんいただきました。その話をさせていただきます。それから第3回、4回、5回と基本的には日曜日の夜、なるべく皆さんがご参加いただきやすい日時というふうに思っていまして、
関心を持っていただける内容、特にお役に立ちそうな内容を続々準備しています。こちらもご案内していきますので、よろしくお願いします。次のスライドお願いします。はい、こちらですね。今申し上げました仲間探しコミュニティの活用方法と、それからチーミング方法というところで、今までの経験も踏まえまして、皆さんにご案内差し上げたいと思っています。きっと役に立つと思いますので、ぜひ参加登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではここでですね、今日の説明会のアンケートにぜひご協力いただけないかなと思っています。チャットに URL もこれから貼らせていただきます。はい、でスマホでもこちらから読み取ってください。はい、どうでしょうか。いけましたでしょうか。アンケートにお答えいただいている間にですね、終了後の懇親会のご案内をさせていただきます。大会についてのご質問は、公平性を保つためにですね、公式ホームページですとか、Facebook でご案内をさせていただきます。なので、懇親会の場では、先輩たちの体験をもうちょっと深く聞いてみたいなとか、今日はいろんな大学の方からご参加いただいてますので、他の大学の方々今どうやって考えてますみたいなことをもうちょっと聞いてみたいですとか、そういった方がいらっしゃいましたらですね、この後すぐ懇親会始めますので、ぜひ残っていただければと思います。はい、どうでしょう？皆さんアクセスできましたでしょうか？はい。ではですね、最後に公式 SNS のご案内をさせていただきます。大会日程ですとか、先ほどの勉強会の動画あげましたよですとか、そういったご案内は、主に公式 Facebook ですとか、公式 Twitter 公式ホームページでご案内をさせていただきます。なので、ぜひ登録をお願いできればと思いますけれども、はい。あ、すいません。こちらが、過去のものになっておりました。大変失礼しました。勉強会第2回がですね、6月、先ほどの、失礼しました。6月4日ですよね。はい、失礼しました。6月4日になっていますので、申し込み方法など、また Facebook で、ご案内しておりますので、こちらぜひ、これからご案内ですね。失礼しました。こちらからご案内、これからいたしますので、チェックいただければと思います。はい、今チャットにもですね、貼っておりますので、特に Facebook の方がですね、発信が多めになってくるかなと思います。こちらぜひ今のうちに登録をお願いします。はい。で、また、今日、たくさんの大学の方からご参加いただいてますけれども、もっと他の人にも聞いてほしいんだよという場合がありましたらですね、各大学に伺って説明会もさせていただきます。ホームページの方に問い合わせフォームがありますので、こちらからそういったご要望いただきましたら、個別の説明会もいたしますので、ぜひお声掛けください。はい。で、本日の内容は、今日の説明会が終了した後に、1回目、2回目、3回目やってるんですが、どれかの回を YouTube にもアップして、またご連絡したいと思っています。はい。よろしいでしょうか。はい。では、今日は、ここまでとさせていただきますけれども、ぜひ、懇親会でもっと聞いてみたいという方はお残りいただければと思います。本日は朝早くからご参加いただきまして、ありがとうございました。